中国ファーウェイ幹部拘束、ね、というニュースと、うん、そのファーウェイと ZTE の製品政府調達から排除へという、ね、これ日本政府なんだ、はい、深入り参りましょう。日本リモート Wi-Fi 終わったか、すごいニュースですね。リモート Wi-Fi 全部 ZTE ですからね、ルーターがね。ああ、はい、そうでしたか。そうなんですよ。危なかった。危ない、まあ、政府は使ってくれないでしょうね、リモート Wi-Fi は。政府職員がじゃあ出張するときはリモート Wi-Fi 使用禁止になるんですかね。なっちゃいますね、ね、はい、やったー、やっと来たか。いや、これ今日のニュースですね、12月7日だったんですよ、はい、これ知らなかったです。日本政府やったのね、ついに。読売新聞の、はい、記事です。さすが。他の国ももう規制入ってますね。入ってます、オーストラリアがまず速攻規制しました、でニュージーランドも規制して、でイギリスのブリティッシュテレコムももう使わないという方向になってます、はい、そうですか、はい、でついに日本も早めに入りましたね、ドイツとかフランスよりも先にやってほしいなと思ってたんで、よかったなと思いますよ、はい、でちなみにこの、もう万州こと、はい、メン・ワンツァオで、ま、ワンツァオワンツォーか、メン・ワンツォー、容疑者なんですけど、こいつはですね、こいつが言ってた、まあいいんだ、容疑者がいいや、この人はですね、まあ、簡単に言うと、マネロンです。マネロンダリングみたいな手口を使って、まあ、イランの制裁逃れで、まあ、要は製品売って金もらったんですよ。はい、でそれの仲介をしたのがですね、はい、イギリス系の銀行の HSBC、香港上海銀行ね、だと言われていて、でどうも本社に捜査が入ったっぽいんですよ。で本社がやべえっつって司法取引で全部バラして、そんでこいつ捕まったっていうのが僕の憶測です。あら、ただ司法取引したんですけど、アメリカまだギリギリ言ってて、いや罪免れないよみたいな感じで言ってるんで、俺余罪を追及されると思うんですよね、多分。でまた出てきちゃうかもしれないですよ。HSBC 結構やってるので。さらにです、ね。そうそう、日本のちょっとこう、矢のつく3文字の職業の方も大変お世話になっていた銀行ですよね。なるほど。道を極める方々も。道を極める方々もかなり、お使いになってた銀行で。今もだいぶ引いたと思うんですけど、一時やりまくってて。で、まあ、低金利の頃にね、怪しげな金融商品いっぱい売って、3000万円からプライベートバンク受け付けますみたいな、ちょっとありえないような金額の提示をしていた銀行で。はい、で、本社に口座持ってる人、突然なんかもう、お前の残高では付き合いできねえとかで切られたりとかで、いろいろ日本でも何かと話題の銀行なんですよ。コンプラスレスレ銀行なんですけど、はい、でこれがやっちゃったっぽいですね、はい、でなんかどうも情報提供して、こいつはもうやってるということで、カナダに拘束されて、これがアメリカに移送されるんじゃないかなと思うんですけど、おかしいですね。なんか G20 で、トランプと習近平がディールして、米中貿易戦争一時休戦とか書いてませんでした？そうですね。確かに。一応報道ではね。日本経済新聞というですね、クオリティペイパー、括弧棒にはですね、書いてあったと思うんですけど、おかしいですね。あれ、また経済記事間違っちゃった。また間違ってた。またか。ね。手打ちかのような。手打ちかのような。報道も一部ありましたけど。これで株が上がるとか言ってね、逆進どもが大騒ぎしてたんですけど、見事に大外れでしたね。まあね、アメリカ昨日ドカーンって下がった後戻してるんで、まあ今日は東京にはそんな影響はないかもしれないと私が言うと、私逆進なんで、すごい影響が出るかもしれないんで、あえて言います。はい、今日は東京に影響ありません。はい。とジョネさんはあったらごめんね、断言されましたが、はい、はい、いやこれちょっと面白いことになってきましたよ、ねえ、はい、大高さんいかがですか、じゃあもっとまだどんどん暴かれる内容が、また来るんじゃないかな、もっとね、地雷がいっぱい仕込まれて、そうですね、多分スパイウェアがあるみたいなネタとか、ね、スマホになんか変なの入ってるとか、ね、この間もサーバー、はい、サーバーの、OEM の会社ですけれども、そこになんかその米粒大の、スパイチップが埋め込まれてるっていうので、で、それで、そのサーバーを Amazon とか、Google とかみんな使ってたんで、これどうなってんだっていうことで、ブルームバーグが、それを、まあ多分リークですね、FBI の。それをバーンと書いて、で、うちは大丈夫ですとか言ったんですけど、で、だいぶね、そのシリコンバレーの状況が変わってきたみたいなんですよ。昔はね、チャイナとこれから商売するから、アメリカ当局余計なことすんなと。商売差し障りあるから、はい、言ってたのが、最近はすいませんと、なんとかしてもらえませんかと技術は盗むしね、むちゃくちゃ言ってくるんですよあいつと、ちょっとやっつけてもらえませんかっていう、イスラエル人も同じようなこと言ってた、あ言ってた、あハイテクね、いろいろ入り込んでるかちょっと盗ま大丈夫ですかって聞いたら、やばいんだね本当に、そうでしょ、そうだからもうアメリカ当局なんとかしてくれて、逆に今シリコンバレーが泣きついてる、状況だそうです。なのでアメリカ政府最初ズブズブだったでしょう、そう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 、シリコンバレーと中国、そうなんですよ、ね、でその人権弾圧システムみたいなものも提供しそうになってて、フェイスブックが今もそれやりそうなんです、グーグルもそうか、なんかやろうとしてて、でも相当今牽制入ってるので見直される可能性はありますよね、その辺はね、そうですか、うん、まあ、どんどん見直した方がいいと思うんですけどね、はい、でこの間というかね、まあ、昨日ですね、某
某日本の、はい、どこっていうとバレちゃうので、業種言うとバレちゃうので言いませんけど、はい、某大手メーカーさんの、あの、ちょっと関係の方に講演したんですよ。で、あの、チャイナに入れ込むのはいいけど、はい、今状況こんな感じなんでと、下手すると、アメリカ政府から個別に制裁される可能性ありますよっていうことを申し上げたら、結構みんな、えって感じです。そんなにやばいのみたいな。で、あの、日経新聞読んでると甘いことしか書いてないけど、実際にはこれぐらいシビアですと。で、あの、米中貿易戦争これで手打ちだとか思ってたら甘いですよと言ってるそばから昨日このニュース出たんで、もうちょ僕のジョネ・トラダムスの代が当たったってみんな思ってくれてると思うんですけど、はい。だから、あの、入れ込むのはいいんですよ、チャイナね。で、おそらくアメリカも、あの、チャイナを潰すと言ってもですね、あの、潰すっていうのは今の、その、チャイナのレジームを潰すだけの話で、あの、チャイナ、市場としてのチャイナを、まあ、潰すとか、軍事的に、まあ、粉砕するという、もちろんね、そういうことではレベルの話じゃないですよね。ないです。で、これはエドワード・ルトワックも言ってたそうですが、これ奥山さん聞いたんですけど、あの、核兵器保有国同士なので、あのホットウーアは基本的にない、ホットウーアはないってことは何があるかというと、ホットじゃないウォー、コールドなウォー、あ、冷戦か、で、そうそうそう、で、冷戦はどうやって終わったかといえば、まあ、あのソ連が経済崩壊して終わったわけでしょ、だ経済ってのは武器なんですよね、でアメリカ の、まあ、あの戦略的通商政策と呼んだ方がいいかな、これは足立誠二さんが命名したんですけど、戦略的 通商政策っていうのももろにやってて、あれをだから保護主義っていうふうにステレオタイプでレッテル貼ってギャーギャー言ってる変な極左メディアみたいにいますけど、全然本質が分かってないと、戦略的な通商をやってる、でチャイナはそれをやってるわけですから、だって WTO に加盟して WTO のルール守らないで戦略的な通商やってるわけでしょ、まあそのね、あの大きな方針はパクリっていう方針なんですけど、徹底的にパクる、ね、徹底的にパクるで TTPね、うまい TPP ですよ、TPP じゃなくてTPP じゃなくて TTP だと、なんだか分からなくなってきましたよ、徹底的にパグってやってたんですけど、それをだからアメリカはじゃあいいよと、ルールに従ってやれよと、WTO のルールに従ってやってよと、ね、入ってんだったらさ、ということでギチギチ言ってるわけですよね、で私これ次の展開、あの、まあ、あると思うんですよ、これあのファーウェイこの、まあ、制裁破りで今言ってますけど、はい、まあ、これが収まりかけたら今度は、ウイグルの人権弾圧が出てくる、あ、 そのカードが切られる、そうで今日のだから大高さんのね、ウィキペディアかなりちょっと、はい、アメリカの政策を左右するかもしれないと俺は思ってます、ね、大きないやいやいや、本当に大事なニュースですもんね、ですよね、でウイグル語ってトルコの人が聞いても意味わかるんですよね、ほとんど同じなんですよ、言語ね、ほとんど同じ、はい、ほとんど同じで、あの通訳なしでウイグル人とトルコ人で会話できるぐらいです、スペイン語とポルトガル語みたいな関係らしいので、今日のだからトラノンニュースはトルコに友達がいる人は徹底的にトルコに拡散してもらわないと困ります、でトルコ盛り上がるとアメリカ動くかもしれないので、これはもう今日あのトラノンニュースが、この歴史を国際政治を変えるかもしれないと、もうかなり大変相互しておくので、後でこの空手型は皆さんで離婚してください、私は手形を切る係なので、離婚するのは皆さんです、はい、そういうことだと思いますよ、はい、でちなみにあのもう一個の方のね、あの日本の政府の対応ですけど、政府調達から排除、いや素晴らしい、名指し、名指しこそ避けていますがって避けてないでしょ、避けてないですね、名指ししない方向ですがって、もう漏れちゃってるじゃないですか、ね、スパイ疑惑のある機器は入れないってことですか ね、でも日本製品でもメイドインチャイナのものありますから、はい、あの OEM 生産とも気をつけなきゃいけないですよね、そうですよね、はい、うん、これねあの噂によるとね、はい、噂によるとっていうか、まあ、あの確証はないですけど、あのチャイナの国内向けに作ってる製品と輸出向けに作ってる製品っていうのは基本的に同じラインで作ってるそうなんですよ、で国内向けにはもうほら国民全部盗聴してるでしょ、じゃあだから国内向けにそういうチップ埋め込むわけですけど、輸出用だからってそのチップ外したりするのめんどくさいんですよ、だから全部入ってるんじゃないかと、はつまり国内の人権弾圧をやめない限りは、こういうスパイ機器、スパイ通信機器みたいなのは永久に作られるということなので、そうするとアメリカの制裁も永久に止まらないと、人権弾圧やめるまでアメリカの制裁止まらないっていう、うまくできてますね、本当ね、考えたね、うん、うん、そういうことだと思うんで、だからあの政府と調達から排除なんで、まあ関樹でやってる IT 企業、どことは言いませんけど、はい、東芝富士通、はあ、NEC、はい、このクソ会社どもめ、そこだけ出ればクソ会社どもめ、関樹ばっか食い合って、 NTT データとか、あえて名指しはしませんけどね、はい、NTT データとかそういうところはもうファーウェイの根幹機なんか使ってんじゃねえぞこの野郎っていう、
話ですよね。さらなる広がりが、ね、はい、出そうです、ね、そう思うんですよね、はい、はい、かなりヘビーな話題が来ましたけども、はい、ありがとうございます。